みんな、ダメっ子動物始まるよ。勉強ダメでもかけっこビリでも告って振られても毎日毎日宿題忘れて学校で先生に叱られたっていいじゃんいいじゃん。掃除が下手でも車をぶつけても毎日毎日ゴロゴロダラダラお昼寝ばっかりしていたっていいじゃんいいじゃん。無駄な努力もどっさりしたけど鏡の中見つけたよ答えを。ゲーセラセーラと魔法の呪文を唱えてみる頃ムチムチお正月。うわあ、ウルノ、ウルノくん。お正月だから美味しいもの食べてちょっと太っちゃった。ちょっとだ？かなり？ものすごくだ。一遍自分の体鏡で見てみろ。ボケ。よか。なんで俺が？俺としてもこんなに弾むまで太ってたなんて予想外だったのでちょっと困ったなとは思ってるんですが。よし縛ろうぜ。俺が鍛えてやるから。めんどくさい。おめえ本気で困ってねえだろ。ウルノくん。あ、ペガノスケさん。空気が綺麗で遠くまで見えるから一緒に空の散歩でもどうかと思って来たんだけど。わーい、連れてって。どうしたの？なんかちょっと見ない間に大きくなったね。うん、成長期だから。こいつよく向いてシャーシャーと。そうだ、次はペガノスケさんの番ね。うん。あ、うわー、やめろよおさはら。俺とペガノスケさんの交換日記なんだからさ。いいだろ、食べて寝た、寝て食べた。なんだこりゃ、くっちゃねくっちゃねとしか書いてねえじゃねえか。いいじゃん、お正月なんだから。お正月なんだからじゃねえ。ウルノくん、今この体もまんざらじゃないなって思ってるでしょ。はい、それでこそウルノくんだね。じゃあ行こうか。うん。ペガノスケさん。ごめん、今の俺には君を支えきれない。鍛えて手直してくるよ。ああ、待って。ああ、たくうるのやろう。わっ、ペガノスケさんに持ち上げてもらえないのは辛いな。でもゴロゴロしてるのも楽だし、まあいいか。ガラ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 。また怠惰なダメ坂の急勾配を転がるように。どこまで転がるか楽しみでもあるね。ウルノさん、こっち、こちゃん。こういう時は素早いね。あのね、余ったおせちを使って創作料理を作ってみたの。食べに来る？行くよ。あいつまだ食べる気か。いや、ちいちゃんの手料理ならウルノくん絶対食べなきゃ。うわー、すっきりしたな、ウルノ。一体ちいこにどんなもん食わされたんだ？激痩せは良くないよ、ウルノくん。もともとが一番ですね。あら。次回は、嫉妬の炎はメラメラと、お楽しみに。うわ、見て。